コネクティングピープル、人をつなぐ、それが私たち東方ビーズです。はい、皆さんこんにちは、 DJ トビーでございます。皆さんお元気されてますか？いやー、トビーね、最近ちょっと面白いことがありましたが、なんと皆さんもご経験あるか聞いてみたいんですけど、 iPhone の顔認証、寝起きの時は機能しない。最近なんかちょっと疲れてるのか、なんか寝起きパンパンなのかわかんないんですけど、朝起きた時だけ顔認証が合格しないんですよね。皆さんそんな経験ございますでしょうか？まあ、とてもくだらないとこからスタートしたいと思います。ラジオの前のあなた、ようこそビーズの世界へ。 DJ トビーのビーズラジオ。はい、皆さんこんにちは。いや、 iPhone の話ね、触れましたけども、でもなんかトビー最近そういう面白い、なんか気になるネタがあったらちょっとネタ帳に書いてるんですけども、もしもうこれすでに、まあ、これラジオ前回言ってたぞみたいなのがありましたら、それはそれでクレーム言ってください。いや、最近ですね、トビー、あれどれぐらい前かな、福岡の方にねちょっと行ってきたんですよ。2月ぐらいだったかな。三角屋さんに行ってきたんですね。で、三角屋さんにお邪魔して、今三角屋さん社長さんが女性社長さんなんですね。はい。で、女性社長さんにご連絡、 LINE で連絡取って、今日どこいらっしゃいますかみたいな言ったら、まあ、本部にいるよみたいなので、でお邪魔してきたんですね。で、ちょうどこう九州の手作りフェア、福岡で行う九州の手作りフェアの準備をされているみたいで、まあ、ちょっとだったら時間あるよみたいなのでお話を聞きに行ってきたんですね。で、まあそこで動画撮ったりさせていただいたんですけど、まあその中で三角屋さんの起源の話をね、そのちょうど会長も同じ席にいらっしゃって、会長からお話聞いたんですけど、三角屋さんの起源はなんと、三角屋さんってまあ福岡のね、何店舗か持たれてるあの老舗の手芸屋さんなんですけど、起源はなんと漁師さんたちが使う網の糸を売るとこから始まったと。まあ確かにこう九州ってね、きっとこう漁業とかもなんかすごく盛んに行われてたんで、まあそれに使う糸みたいなところだと思うんですけど、まあそういった糸を売るとこからスタートしたと。で、そこから始まって、なんかちょっと僕も全部は覚えてないですけど、なんか YKK のこうファスナーとか、なんか何々とか、なんかいろんなものをこうやっていく中で、手芸屋さんにしようみたいな形で、なんで三角屋さんかというと、これもまあお二人がおっしゃってたからまあ間違いないと思うんですけど、一番最初に始めた土地が三角形の土地だったから三角屋になったんだというふうにおっしゃっておられました。で、もう一つ、まあその時にはその会話出なかったんですけど、その三角屋さんってトライアム三角屋って言うんですね。これだ、きっとこのトライアムってきっとトライアムだと思うんですよね。これでちょっと聞き忘れたんで、視聴者の皆さんでご存知の方いらっしゃったら教えてもらいたいんですけど、トライアム、つまり編み物に挑戦するみたいな、いやこれ多分そうだと思うんですけど、編み物にトライすることから始まってるということだと思うんですね。はい、皆さんもしご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。トビーはね、もうそろそろいろんなライブ配信とか始まるのでテンションを上げていきたいとこなんですけども、前回のラジオでもねお話した通り、ちょっとなんか疲れが溜まっているのか、なんかこうずっと出張続きでいたからか、なんかこう体の疲れが取れないとか、皆さんその時にはねどうされてますか？トビーはなんかね、少しちょっと最近テンションが上がらなくなってきたりしているとこもあるんですが、周りからはテンションが上がらなくなったぐらいがちょうど良いとなんか言われてるところもそもそもちょっと喋りすぎなところがあるんですよね。そんなところも、あるかもしれません。皆さん前回からねお話してる通り、ビーズビエンナーレ2024、こちら4月の3日まで、が、応募の期間になっておりますので、何度も言いますけども、ぜひもう
手元にこれはかなりゴージャスに作ったみたいな作品があればお気軽にね出してみてもらえたら、もちろんですけども対象を狙ってガチンコで作りましたみたいな人も、なんか出す直前に忘れてたみたいな方もね、ぜひお願いしたいことと、もちろんあの世界コンテストを目指しているし、海外の協力会社さんにもいろいろアピールしてもらってるので、ぜひ海外の皆様も Please try Peace Biennale いやここだけ英語でも無理だろうみたいなとこあるんですけど、ぜひお願いしたいと思います。今度はね、我々展示会でいうとホビーショーに出るんですけど、今ですね、我々もうこれ先に言っちゃっていいと思うんですけど、実はこれ下町って言っていいのかな、東京のある場所にあるプレス工場さんと実は今三角トレイを作ってるんですね。真鍮製の三角トレイ、トビ本当に一番最初にそこの社長さんと会った時に一番最初にもうパッともうそれ作りたいと思ったんですね。なんつったのかな、我々も三角トレイって販売させていただいてるけど、我々なんか白のね、あのプラスチックの三角トレイをね販売させていただいてるんですが、三角のトレイって実はとても意味があってですね、こう直線の部分を使ってこのビーズマットからビーズをすくうんですけどね、この三角であるからこう拾ったり、この三角は上の部分が鋭利だからなんかこう袋とかなんていうのかな、ケースにそこからちょろちょろちょろってやって戻したりしやすいんですよね。はい、まあそんな三角トレイにもなんかやっぱりインスタ映えって言葉もうちょっと古くなってきてるけど、そうインスタ映えしたりなんか写真撮った時に一緒に並んでる絵姿が素敵なものがあってもいいんじゃないかというふうに考えていまして、トビーは少しちょっと高価になるかもしれないけど一生ものの三角トレイを作ってみたいなと、で皆さんにも一生ものとして育ててもらいたいなと思ってるんですね。なんか真鍮製のものってなんてないのかな、こう手の油とか、手の油って言ったらちょっと気持ち悪く感じる人もいるかもしれないですけど、なんていうんですかね、その経年変化みたいなところも楽しめるんですね、ジーパンみたいに。でなんとなくこうマットな感じになってきたり少し黒ずんできたりで、またそれをこう磨いて綺麗にしていったりするとなんかこうなんて言ったらいいんですか、これちょっと男的な感性なんですかね、なんか中華鍋を育てるみたいな。あとはなんかキャンプで言ったらなんて言ったらダッチオーブンみたいなの育てるみたいな、なんかそんな感じで三角トレイをあなただけの三角トレイにしていってほしいなという思いから作りました。まあぶっちゃけまあトビーも自分で手作りするんですけど、なんか作る時にはなんか素敵な三角トレイで作ってみたいと、もう決して我々が販売している白の三角トレイが素敵じゃないって言ってるわけじゃないんですけどね、はい、でもなんかちょっとこうラグジュアリーな、なんかあこれってこれで作ってるとなんか素敵だなみたいなものもなんか世の中あっていいんじゃないかなというふうに考えて作っています。皆さんにはきっとホビーショーの頃には皆さんには見ていただけると思いますので、ぜひぜひ楽しみにしてください。まあそんな感じで、この商品もきっと今のところは東方ビーズマテリアルズでね、出していこうと思っておりますので、皆さんぜひ東方ビーズマテリアルズ、東方の、我々が工場で作っているもの以外のセレクトブランドということで、発信していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。あとですね、皆さんの中で買っていただいた方もいらっしゃると思うんですけど、イリスという森口ジャパンの会社さんがなんか素敵なビーズできたからちょっと販売してみようよみたいになったビーズがあるんですけど、こちらのビーズなんかなんて言ったらいいのかな、まあ、まだら模様みたいな、感じのビーズなんですけど、実はこのビーズトビーはちょっとなんかヤンキーっぽくてあんま売れねえんじゃねってちょっと思ってたんですけど、あの会社の、東方の東京支店のメンバー
もちろんちょっとね、あのいろんな年代の方いらっしゃるんですけど、まあトビーもだいぶおじさんになってきたのでね、トビーはこれ正直あんまり売れないと思う。なんかトビーが中学生ぐらいの時に、なんていうのかな、なんかいたヤンキーとかのなんか雰囲気があるから、なんかちょっと売れないんじゃないみたいな話をしてたら、何を言ってるんですかと、これめちゃくちゃ可愛いから売れますよと、みんなが言い出して、特にその若い子たちが。そしたらなんかうちの大塚支店長もなんか、これ売れ、僕もいいと思いますとなんか言い出してですね、なんかトビーだけなんか売れないって言っちゃったみたいな感じになっちゃったんですね。じゃあいいよってことで、とにかくその森口ジャパンさんにお願いして、試しに売ってみようよって言って、それでちょっと少量パッキングしてこう販売してみたんですね。で、特にあのよく売れてたのが岡田屋さんでの新宿で、なんかポップアップストアみたいなのをやらせていただいたんですね。そしたらなんかその時になんかよく売れたらしくて、で担当の大塚支店長が、トビーやっぱりイリスよく売れたよってドヤ顔で言ってきたんですね。ということで、イリスそろそろ、正式にねマテリアルズでまた販売していく予定になりますので、これもきっとホビーショーぐらいには間に合うかなと思っておりますので、またちょっとイリスのスケジュールは、皆さんにも、しっかり報告していきたいと思います。もちろんですけど、東ホビーズマテリアルズ、まあ現在もですね、ファーストテイクパールというパールもよく売れてるし、あとアクリルビーズ、森口ジャパンのアクリルビーズ、こちらの方も、継続的に、売れてますので、ぜひ皆さん、我々東方ビーズの、ガラスビーズと合わせて、なんか素敵なアクセサリーにしていただけたらと思います。ここになんと三角トレイも入ってきますので、皆さんこの三角トレイも合わせて、なんか素敵な、なんていうのかな、ビーディングライフを、作っていただけたらと思います。もちろんですけどもね、なんかこういった、なんていうのかな、お道具とか、そういったところ、皆さんもすでにこだわってね、されてる方もいらっしゃると思いますけども、そのこだわったものの中に、三角トレイも一つ、入れていただけたらなと思っております。今回ですね、もう先に言ってしまいますけども、一部はもう先にアンティーク加工というか、なんか少し古びみたいな加工も実は入れたものも、これもう完全にトビーのわがままで入れさせていただきました。なんかそういったものもございますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。ただいま本当にその東京のプレス工場で製造中でございますので、出来次第、皆さんホビーショーあたりでは見れると思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。季節の変わり目、これからどんどん暖かくなっていく時期だと思いますけども、暖かくなっていくと皆さん首元ビーズアクセサリーどんどんつける時期がねやってまいります。皆さんそういった時期ビーズアクセサリー作って、皆さん街に繰り出してくださいね。あとはもちろんビーズアクセサリーを販売している皆さん、そろそろいろんな百貨店とか、商業施設さんでのポップアップも皆さん活性化する時期ですよね。皆さんなんかそういった活動をされてる方にもぜひこのビーズラジオを出演していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。またビーズアートショーさんの、事務局さんの方によかったら出展される方に、ビーズアートショー始まるまでによかったら告知で出演してもらうっていうのどうですかみたいなお話をしたところ、今のところ何名か出たいって言ってくれてる方も出てきたので、そういった方をご紹介する機会にもなるかなと思っております。ということで、今後もビーズラジオ皆さんのお耳汚しになるかもしれませんが続けていきたいと思っております。ということで、本日のラジオはここまでにしたいと思います。皆さん、さよなら。賞金30万円は誰の手に？インターナショナルビーズビエンナーレ2024。世界のビーズアートに出会える祭典。皆さんもぜひご参加いただけませんか？世界中からご応募可能でございます。一次審査は
ウェブから応募できます。無料で参加できますのでよろしくお願いします。詳細はビーズビエンナーレで検索してください。皆さんこれから作ると思いますので、応募の期間は2024年4月の3日まで準備しております。皆さんぜひぜひビーズアートの祭典に参加してみませんか。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。